はい、それではちょっと今日残り時間少しなんですけれども、第1章の数ベクトルと行列のところですね、少しだけ進みたいと思います。で、今日は 1.1 節の平面ベクトル のスカラーバイトはというところで、まあ大体もしかすると春学期 A モジュール の数学リテラシーで出てきた用語の確認になるかもしれませんが、一応チェックしていきましょう。まず平面ベクトルですね、これは扱いますので定義をしておきます。で、ここからはその R というのを実数全体の集合とします。で、この R の元、 R の元っていうから言い方しますけど、この X1 と X2 に対してこの X1 と X を縦に並べて括弧でくくったものですね。で、これを平面ベクトルと言います。で、これをまとめて太文字の X として書くという形をします。で、一方で X1、X2 はこのベクトル X の成分と言います。それからと、ここの平面ベクトルですね、X1 と X2 を実数でたくさんいろいろな値を取れば平面ベクトル全体の集合というのを考えることができますけれども、これをその R2 というふうに書きます。 R の2乗って書いて R2 と言いますけども、 R2 という記号で表すことにします。それからと、ベクトルがたくさんあるということなので、そのまずベクトルが等しいということを定義するんですけれども、これはどういうふうに定義するかというと、今X と Y というベクトルがあったとします。 X は成分が X1、X2、 Y は成分が Y1、Y2 のときに、この X と Y ベクトルが等しいということは、この成分がそれぞれ等しいということをもって、この両方のですね、X1 と Y1 が等しく、かつ X と Y2 が等しいときに、このベクトル、2つのベクトルは等しいですよというふうに言います。ベクトルのスカラ倍ですけれども、まず平面ベクトル X というのはこのように与えられたときにですね、C、これ実数をスカラーと呼びます。このスカラーというのはベクトルの成分になるようなものですね。で、このスカラー C に対して、その各成分を C 倍したベクトルですね、成分がそれで CX1 と CX2 になっているようなベクトルを、まあ、X のスカラー倍、より具体的には C 倍と呼びまして、これを CX という記号で表します。それから特にこのマイナス1倍ですね、X のマイナス1倍、すなわち各成分にマイナス1をかけたベクトルをこのマイナス X で表すという点にも注意しておいてください。で、次にベクトルの和ですね。で、まあ、ベクトルが2つあったらその和を考えましょうと。で、和ですから当然結果にもベクトルになっていなければならないので、それをどうやって計算するかということなんですけど、まあ、これは成分同士の和ですね、それぞれの成分の和を並べたものをベクトルの和としましょうということです。で、ここで注意していただきたいのは、この成分ごとの和っていうのは一応実数同士の和がですね、我々すでに知っているものとして使っているということに注意してください。あと、まあ、ベクトルの引き算というのも書くんですけれども、マイナス1倍の y というと、これを x マイナス y で表すということもします。それからあと、ゼロベクトルというのがありまして、まあ、これが数字でいうゼロに相当するものなんですが、まあ、ゼロを並べた、成分を並べたベクトルをゼロベクトルと呼びまして、太文字のゼロで表します。で、ここで一つ命題として、その x として何か何でもいいんですけど、何かベクトルを持ってきたときに、x-x イコール0が成り立つ、だから x から自分自身を引くと0ベクトルになりますよっていうのは一つの命題として挙げられます。で、まあこれも当たり前かもしれませんが、一応証明してみると、これはベクトルの和の定義を使って証明するんですね。x-x をベクトルの和の定義に従って書き出すと、上の成分は x1-x1、下の成分は x2-x2 で、ここで使うのが実数の性質なんですね。だから実数のある数から自分自身を引けば0になりますよっていう性質を使うと、ああ、どっちの成分も0になるから、これは0ベクトルになるんだなっていう証明ができるというわけです。だから証明っていってもそんなに大げさなものではなくって、何か当たり前というのを性質を使って証明しているということが、まあ、ポイントかと思います。ここまでいいでしょうか。はい、それからあとですね、基本ベクトルというのがあります。
これはもう覚えておくしかないんですけど、10っていうベクトルと01っていうベクトルですね。で、10っていうベクトルを、まあ、通常 E1 と書いて、01っていうベクトルを、まあ、通常 E2 と書いておきますけれども、まあ、これを基本ベクトルということは覚えておいてください。で、今日最後に足す定義は線形結合です。まあ、これはちょっと難しいかもしれませんが、まあ、A1 から AR を、まあ、R2 のベクトルとします。それから、C1 から CR っていうのを、これスカラーって言いますけども、これは実数の定数ですね。で、この時に、その次のような形のベクトルを考えます。A1 の C1 倍プラス A2 の C2 倍プラス点点点ときて、AR の CR 倍。で、これを A1、A2 点点点 AR の線形結合、または一次結合というということですね。とりあえず今日はこの一次結合の定義までやりまして、で、多分演習の授業はですね、もう少し先の方を勉強していくかと思いますけれども、これからこの一次結合などを使って、まあ、線形代数の基本的ないろいろな性質を見ておきますので、とりあえずこの一次結合っていうのを覚えておいてほしいと思います。ここまでよろしいでしょうか。はい。ということで、第1回ですけれども、今回は、線形代数をなぜ学ぶかと、それから何を学ぶかということについて紹介しました。それから、授業の内容はだいぶ短くなってしまいましたけれども、まあ、平面ベクトルとスカラですね、それから、平面ベクトルのスカラ倍と和、あと、平面ベクトル の線形結合、一次結合について、学んでまいりました。はい。で、第2回ですけれども、第2回は平面ベクトルが R2 を張るという概念、それから、平面ベクトルの幾何的な意味ですね、スカラーバイアワーの幾何的な意味、それから、平面ベクトルの線形独立と線形従属という概念、これも重要なものですけれども、あと、平面ベクトルの集合の、まあ、R2 の規定について学んでいきたいと思います。というわけで、今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。